聖剣伝説3トライアルズオブマナ。多謝大家收睇，加上你哋嘅回归。而家又一位聖劍傳說嘅勇者嘅冒险故事即将展开。同你诗篇一样，今日故事咧都会进入二周目嘅，咁意味住咧将会继承一周目嘅状态。除咗继承呢金钱之外咧，队员的状态都会得到继承的，都会包括所留下的道具以及这个 Link Ability。 只要你用二周目来开始游戏的话，就会得到以下的 Link Ability 作为奖励之用的。除了菲亚利的玛拿之外，只要看过某位主角的 Ending 的话，就会得到他们的 Link Ability 的。今次故事的主角就是背负兽人血统的海文，所以今次的主题就是我要做一个好人。獣人たちは人間たちから迫害され、いつしかこの夜だけの森、月夜の森に隠れ住むようになっていった。だがここに一人の獣人が立ち上がった。獣人王、彼は獣人たちの国家ビーストキングダムを建国し、いつの日か人間界に復讐すべく機会を伺っていた。これはこれは獣人王様、本日もご機嫌麗しゅう。いよいよ人間どもに復讐する時がやってまいりました。世界はマナの変動によって
大きく動き始めております。今がチャンスですよ。お前何者だ。申し遅れました。私は死を喰らう男と呼ばれております。人間どもへの復讐というところで目的は一つ。及ばずながらお手伝いさせていただきます。よそ者の力はいらん。失せろ。お助け。わかりましたよ。もしお気持ちが変わって私の闇の呪法の力が必要になったらまた参ります。待て、お前にチャンスをやろう。さすがは獣人王様、何なりとお申し付けください。必ずやご期待に沿うことでありましょう。ビーストキングダム、獣人王の息子ケビン。獣人王と普通の人間だった母親の間に生まれたが、その母も幼かったケビンを置いて去ってしまった。子供心に深い傷を負ってしまったケビンは心を塞いだまま、獣人王の後継者たるべく冷徹な戦闘マシーンとして鍛えられていく。ところがそんなケビンも森で母ウルフに死なれ、一人ぼっちになったチビウルフカールとの出会いで優しさと愛に目覚め始めていた。カール、よく眠ったか？カール、それ犬の鳴き方。お前チビだけど誇り高きウルフ。ウルフの鳴き方、こう。カールとオイラよく似てる。お前ウルフなのに犬みたい。オイラ獣人なのに人間の血流れてる。それに二人とも母さんいない。大丈夫カール、大切な友達、お前の母さんの分までオイラカール守ってやる。当然每一位主角呢都为一个战斗的训练的，给你熟悉这个游戏的系统，几乎是没难度啊。就算你怎样打的话都打不死这个卡尔的，因为剧情需要，没办法，只要照做就可以了。是往往在 step 6呢卡尔才死的，对不住都要做一次的。是
ル、ガール。なぜこんなことに。突然湧き上がった野生の血、獣人に変身したケビンはカールを手にかけてしまった。カールとよく行った思い出の花畑に小さなお墓を作り、悲しみに暮れるケビン。ごめんよカール、ごめんよ。それからどれぐらい森をさまよったろうか。いつの間にかビーストキングダム城に戻り着き、ただ佇むばかりであった。おいらカール、守ってやれなかっただけでなく、この手でカールを、おいらに流れる獣人の血、おいらはなぜ、オイラはあの時獣人に、獣人王なら。海文同卡尔咧本身系对好朋友嚟嘅，但唔知点解咧卡尔突然间发狂咧要咬呢个海文嘅，不得已之下咧唯有将佢打死咗嘅。结果咧海文心痛欲绝啊，所以向呢个兽人王咧查究呢个真相。就好似片中所见啦，海文咧而家系 level 75啦，所以能力咧都好高嘅。不过咧有啲装备系装备唔到嘅，因为咧佢啲装备咧唔适合咧呢个职业去装备嘅，所以咧可以将佢买咗佢啦。基本上咧等同冇用，除非咧佢能够诶转翻咧嗰个装备需要嘅职业。系啦，私人奖之魂咧可以喺会场战斗咧加200个 SP 嘅，以及头先得到嘅玛拿之外咧，可以得到3倍经验值嘅，系几筍啊！最实用嘅啲 ability 咧都喺晒呢一度噶啦，所以带上嚟都冇难度。接下来咧就喺城里面开启宝箱啦，一边咧就去同兽人去打听一下情报咧，去了解对自己睇法嘅。有啲宝箱咧，即系攞得到啊嘛，系。另外啲宝箱，因为啲兽人挡住去路嘅关系咧，所以你系攞唔到嘅。系如果你想攞嘅话咧，喺游戏中后期咧先至可以攞到嘅。到底咩回事咧？大家都知道噶啦，系略知一二嘅。另外，由于时间关系咧，我要将部分嘅环节咧倍速播放噶啦。呢段时间音乐可能会有啲怪怪地嘅，唔知道大家啱唔啱听咧吓？獣人王様の命により、我ら獣人軍これより人間界に侵攻を開始する。最初の目標は聖都エンデル。今まで人間たちに虐げられた恨み、今こそ晴らさん。人間たちの心の拠り所である聖都ウェンデル、真っ先に叩き、人間たちに精神的ダメージを与えてやれ。うわ！ケビン、よく聞け。我々親衛隊が城塞都市ジャド、そして聖都ウェンデルを落とす。どうだケビン、獣人王様はお前じゃなくこの俺ルガーを人間界侵攻の隊長にお選びになった。お前じゃ頼りにならんとさ。冇办法咯，唔打咪唔打咯。咁难怪嘅，兽人王好讨厌咧嗰啲诶弱者啊。喺佢眼中咧，我等级实在太低啦，系，所以咧不重用我啊。唔系唔信任我为人啊，而系唔信任我能力啊。
唔紧要啊，一边去继续寻宝啦，同埋咧都继续去练 level 咁解咯。不过问题呢个城堡咧就好似个迷宫咁嘅样，都几难行噶，要花好多时间先至可以去到指定地点。可能有啲玩家咧第一次系用呢个 Kelvin 咧去进行游戏嘅，系我都要咧将嗰啲道路咧指示俾大家睇下嘅。この壁の向こう、話し声聞こえる。この声は。ご苦労であった、死を喰らう男よ。そりゃあもう、獣人王様のご命令ですから。いかがです?私め、闇の地方の力は。たかが子供の狼一匹凶暴化させて、ケビンを襲わせただけではないか。まあよい。予定通りケビンの野生を引き出せたからな。これで奴もより冷徹な戦闘マシーンとして完成していくことだろう。お前はもう帰っていいぞ。え?そんな獣人王様!ケビンが。待て、獣人が。ケビン。いい目だ。その憎しみ、己の体内を駆け巡る血の熱さ、忘れるなよ。バカ。頭を冷やしてこい。おい、死を喰らう男とか言ったな。へえ、ここにおりますです。ケビンをお前に任せる。ははは。系兽人王搞到个卡尔咁嘅样啊，所以我要翻去城堡里面为佢报仇。不过卡尔并唔系真系死咗啊嘛，鹰眼篇咧嗰个结局咧，包括埋海文在内啊嘛，已经讲埋一切噶啦，系详情系点？你睇翻嗰个大结局先啦。依家咧我净会行下面嗰条路，点解呢？因为咧有机会再翻嚟呢度啊嘛，系为咗要攞月之精灵，就行下面条路就 OK 噶啦，系。依家最重要就翻回城堡里面搞掂晒啲眼前嗰啲拉比兔先啦。一拳扫低佢哋，一脚扫低佢哋，点解呢？因为 level 75啊，打赢啲 level 1嘅拉比兔嘛，你睇下，再埋嗰啲跳跳狼啊，你望下，弹跳狼啊嘛，啊，虽然卡尔咧都系弹跳狼，但系佢有名嘅。私は獣人王様の追いつけで仕方なく。お待ちください。こうしてあなたの後を追いかけてきたのは、お詫びにカールさんを生き返らせる方法を教えしようと。ビーストキングダムの皆さん、聖都ウェンデルへ進行なさるようですが、ウェンデルの光の司祭、こいつなら生き返らせる方法を知っていると。
嘘をつけ。いや、本当ですってば。でもお急ぎにならないと、ルガーさんたちが先ほど出発されましたから、先に司祭は殺されてしまうかも。セイとエンデル、どっち？こちらでございます。この月夜の森を進み、ミントスの村から海沿いに道なき道を行けば、城塞都市ジャドに出ます。ジャドからならウェンデルも比較的近いですよ。さあ急がないと、ルガーさんたちより先にウェンデルにたどり着けませんよ。彼らに見つからないように。私もこうしているところを見つけられたら、では私は失礼しますよ。カール待ってろ、ウェンデルの光の司祭に生き返りの方法聞いてくるから。オイラの大事な友達カール、獣人王、あんなやつ父さんじゃない。だから母さん逃げ出した。母さんどこかで生きているだろうか。会いたい。ケビンは心の底から父、獣人王を憎んだ。同時に大切な友カールを手にかけた自身の獣人の血を呪った。聖都ウェンデルへ信仰を開始した獣人たち、光の司祭にあってカールの命を取り戻すべく、ケビンもまたウェンデルを目指す。街は我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行きやしねえ。ビースト軍たくさん、バレないよう気をつける。でも、カール生き返らせるためウェンデルに行かないと。唔同嘅勇者咧，喺唔同人士嘅指引之下咧，佢前往圣都温德尔咧，去寻求光之祭司嘅指引嘅。其实咗咧，食死男咧指引住海文咧去光之祭司度寻求指引咧，去请求卡尔嘅。所以大家不约而同嚟到呢个地方。乜
ったくよ、冗談じゃないぜ親父。武器屋が武器売ってねえなんてシャレにもならねえや。それにつけても獣人のやつら頭にくんな。しかしあの数、俺一人じゃ太刀打ちできねえし。えい、腹が立つ。まずい。誰だ。どこへ消えた。後ろ姿がケビンに似ていたが、気のせいか。危ない危ない。この町も戦いに巻き込まれている。俺の故郷でも戦争を始めようとしていた。世界中戦争だらけ。一体どうしちまったんだろう。ちょっとお尋ねします。行方不明の弟を探しているんですが、それらしい子供を見かけませんでしたか。そうですか、ありがとう。イーストキングダムの獣人たちは昼間は普通の人間と見分けがつかないが、夜になると獣に変身することができるんだ。夜は表に出ない方がいいぞ。実はそこが狙い目さ。奴ら変身している間は血が騒ぐのか、じっとしていられないみたいなんだ。それで夜な夜な漁師様の館に集まって好き放題暴れ回ってるのさ。その間は警備が手薄になる。町を抜け出すチャンスだ。ビースト軍が迷惑かけて悲しい。あれ、お前警備員じゃないか。一体なんでこんなところに。だ、そうか、獣人王様の密命を帯びてるんだな。分かった、何も言う。虽然兽人嗰啲手足咧就话我系背负呢个重任咧去攻打温德尔嘅，虽然我都系去温德尔，但系同你哋系唔同啊嘛，我系俾人迫害啊嘛，系我去光之祭司嗰度寻求指引啊，系我希望救翻我卡尔啊嘛，就系而家嗰啲有村民啊都惊咗我啊，因为我系兽人嘅关系。虽然我都系兽人，但系我同佢哋唔同嘅，我都有性嘅。而家就要步步洞穴嗰度，穿过呢个洞穴嘅话咧，就可以去到圣都温德尔噶啦。因为我依家 level 75咧，同我班卒仔咧 level 都系一嘅啫，系等级相差实在太悬殊啦，所以根本都唔使多讲啲嘢。
到底连续技点样出啊？同埋点样对付啲识飞嗰啲敌人啊？唔使多讲啦，因为你打爆咗几次噶啦，系，所以都知道相关嘅操作咧，都唔再多讲噶啦。讲翻头先啦，我差啲俾老格发现咗啊，系，难怪我会匿喺呢个道具店嘅附近嗰度啦。虽然咧大家都系兽人，啲兽人嘅手足咧都系明白事理嘅，系，但系老格就唔系咁认为啊，系。虽然啲手足咧系只眼开只眼闭嘅，但系为咗安全起见咧，都系唔好同老格会接触比较好啲咯。既然被光之结界弹到扑街咧，所以唯有去其他地方度寻求线索啦。就嚟到呢个湖畔之村嗰度，同村民讲嘢，睇下佢哋咧有冇嘢帮到我。信じてくれないけど、俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。きっと今夜も現れるかも。虽然瞓完一觉咧，就系新的一天，新的开始。可能瞓完之后咧，那个神奇嘅光芒咧，系会出现咧。不如去旅馆瞓下觉先啦。所以咧，谂住用呢个梦见草咧，令我日头变成夜晚嘅。但因为剧情需要咧，系用唔到梦见草啊，原来都几讽刺一件事，所以唯有去旅馆度瞓觉啦。唔够钱，咪打怪储钱咯，唔系几蚊都俾唔起系嘛？光、オイラ、あんなの見たことない。どこ行くか気になる。追いかけたい。呢个村庄未被破坏嘅时候咧，系冇宝箱，都冇仙人掌小弟嘅。破坏咗之后咧，先见真章嘅，所以唔使花时间去做地毡式搜索嘅，系去追逐呢个神秘嘅光芒先啦。另外一起玩个游戏啊，看看我快定我个光芒快，看看可唔可以追得切。
因为剧情需要咧，始终都系追唔切嘅系，佢预先咧降落咗喺呢一个花园嘅尽头嗰度。无论玩成点咧，追唔切噶啦，死心啦！洞窟通れない。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで。マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域。それは。アストリアの村の方だ。何があったんだ。急いで戻ってみよう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。え？ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。わっ、これ頭の中。わかった。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？光の司祭にカールが生き返る方法聞きたい。そう、いろいろと事情があるのね。何が？みんなは？ビースト兵に襲われたようね。ひどいこと。一刻も早くウェンデルの光の司祭様にこのことをお知らせしなければ。ウェンデルが危ない。你睇下，兽人对人类充满咗恨意，大肆破坏呢一个湖畔之村。吓，我虽然系兽人啊，但系同佢哋唔同啊。我都是阿妈生的。企企在破坏完之后呢，啲宝箱出晒嚟囉，同埋仙人掌小弟都冇出嚟呀。我只一周目我仙人掌小弟。有趣的是，呢条湖畔村庄呢剩返一条狗仔嘅，就係你同佢倾偈就会得到 link ability 嘅，係因为之后都冇必要返嚟呢度㗎啦，攞齐晒啲嘢之后呢就离开啦，然之后就去木布洞穴嗰度啦。
理论上呢，第一位同伴呢就喺瀑布洞穴嘅入口嗰度。不过呢，我选择咗第一位同伴呢做 Charlotte， 所以呢系唔会见到任何人嘅喺呢个入口里边。危ないよ。早くお家に帰りな。だって。ウェンデルの新刊ヒースは。パパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけおじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。ああ、しかし運命のいたずらか。やっとヒースに出会えたのに、突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。光の司祭に会いにウェンデル行くところだし。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんに御用だったんですか。じゃあシャルロットを助けてもバチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんでちから。さ、ちみちみぼさっとしてないでお孫さんを丁重にウェンデルまでお連れするでち。こいつ。さあ、ウェンデルはすぐそこでちよ。忍たち、シャルロットについてくるのでち。この子、まだ小さい。オイラ、しっかり守る。呢位温德尔嘅美少女夏洛蒂咧，
就是个目中无人、天真无邪的，是将呢位大哥哥视为仆人，视为阿四啊。不过都要好看顾他，因为等级实在太低了 ，level 四啊。因为呢个 data 咧完全冇用到呢个女子组嘅，所以咧有呢个实力都唔出奇啊。不过咧啲敌人咧有位喺度就唔使担心噶啦。是啦，是时候帮大家进行这个装备啦。男子呢就装备马拿套式，女子就装备马拿指环，一切不良状态得以防止，所以不用担心被人打断那些攻击的。现在就帮我装回这些比较实用的 ability 先啦，测下智力就打赢这个克拉比先用得到的，即是用魔法呢，用特技呢是不需要用 MP 的，是啦，可以尽情用回复魔法啦 Charlotte。另外就帮我加埋呢个调宝率上升二啦，点解呢？因为我哋需要更加多嘅宝物啊，尤其是啲种子啊，希望有机会拆到好多啲神兵利器出嚟啦。ウェンデル着いた。これでカール生き返る。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。好啦，今集就到呢度啦。下一集咧就去见光之师祭，然之后去寻求光之精灵，以求咧被人打落地牢嘅，再逃出呢个城寨都市，前往自由都市迈亚嘅。因为礼拜一至五咧都会连载呢个海文篇嘅，所以希望大家咧可以揿个钟仔提醒自己有新片出。如果觉得呢个安排咧系正嘅咧，记得俾个 like 同埋 comment subscribe 噶咯，记得 share 俾各大群组啊。系啊，因为有新嘅故事推出噶啦。好啦，今集做住咁多先啦，希望大家都会中意呢条片嘅。好啦，熄机之前咧再俾多 show 埋啲嘢啊。